はい、こんにちは。整体院転移無縫の谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけれども、エラを改善する方法と、エラを改善する方法というテーマで話すんですけども、今日の話は改善する具体的なマッサージの方法じゃなくて考え方をお話しします。はい、なぜこの話をするかというと、結局のところエラーを改善するためにできることっていうのは決まっています、はい、決まっています。なんで、こんな方法ないかなとか、なんかええ方法ないかなとか、なんですか、魔法のような、ね、方法っていうのはないので、それがなぜないのか、はい、もうやるべきことっていうのはもう決まってますんで、それを真剣にやってほしいと、注力して取り組んでほしいということで、この動画を撮らせていただいております、はい、じゃあ一個ずついきます。でエラーを改善する方法っていうことなんです。じゃあエラーの原因って何なのってことなんですね。でまず、まあ、エラーここが張ってるよっていう人いると思うんですけど、まあ、まず顔の構造からいくと、もうこれもう何万回喋ってますけど、骨があって筋肉があって、皮下脂肪層があって、これが、表皮ですね。まあ、皮膚です。はい。この4つしかないんだよってことなんですね。はい。ちょっとライトが当たってね、ちょっと見にくいかもしれないですけどね。はい。骨、筋肉、皮下脂肪、表皮しかないんですよね。はい。で、まあ、表皮じゃないのはわかりますよね。エラーが張ってるのは。はい。で、皮下脂肪。まあ、これに関してはもう痩せるしかありませんからね。はい、皮下脂肪は痩せるしか、方法がありません。じゃあ骨と筋肉だってなるんですけど、じゃあエラが張ってる人、まず考えるのがみんなね、骨が張ってんじゃないかなって思うんですよね。骨が張ってんじゃないか。はい、いや、なんかここが硬くてとか言うんですけど、まあ、そういう場合もあるかもしれないですけれども、日本人だったらですね、ほとんどの場合が筋肉の張りです。筋肉の張りです。はい、ちょっと骸骨取ってきましょうか。先に取っときゃよかったですけどね、はい、まあ、こんな感じであるんですけれども、これはみんなありますからね、この部分。なんかたまにこれを触ってここが出っ張ってるんですけどとか言う人いるんですけど、これはもう模型でついてるように、人間だったら誰でもありますから、この骨は、はい、でこれがもう気になるっていうんだったら骨を削るしかないです。これはもう高須クリニックに行ってもらうしかないと、そういうことになっております。はい、なんで、骨が本当に張っていて、まあ、仮に本当に骨が張っているんだったら、もうこれは削るしかないってことなんですね。はい、削るしかない。まあ、骨切り術って言うんでしょうかね。ちょっと僕は専門じゃないで分かんないですけども、まあ、美容整形の分野になるよと。はい、でたまにですね、小顔矯正。小顔矯正ってなんか骨をグッと、これをね、これをこうやったら、こうメリメリって入って、エラがなくなるとかね、大嘘ぶっこいてる人がいるんですけども、ね、そういうことは一切ありません。はい、頭蓋骨っていうのは動かないんですね。頭蓋骨っていうのは動きませんよと。はい、で頭蓋骨がまだ動くと思ってる方っていうのはちょっと勉強不足なので、ちょっと他の動画を見てみてください。これは動かないと。じゃあここだと。筋肉ですよ。はい、で、ほとんどのエラが本当に張ってるんですよっていう方は、結構食いしばりとか歯ぎしりとかあると思います。まあ、これを見ているあなたもですね、食いしばり、歯ぎしり、まあ、自覚している方もおられると思います。まあ、もしかしたら自分じゃ分かってないけど、まあ、夜に食いしばれてるっていう場合もあると思います。はい、でそうすると筋肉が発達してきてですね、エラが張ってくるっていうのがもうほとんどのケースです。はい、じゃあこの筋肉をほぐせばいいじゃないかと。もう筋肉だーとこれ分かったわけじゃないですか。ってなって筋肉をほぐす方法っていうのがもう2個しかないんですね。2個しかないんですね、これ。はい、もうマッサージでほぐすかボトックスを打つしかないってことなんですね。はい、
マッサージは分かりますよね、僕がもうしょっちゅう紹介しているこのエラの筋肉をこうやってほぐすと、このマッサージですね、まあ、手でほぐすと、これが1個です、はい、で2個目がこのボトックスっていうのしかないってことです。ボトックスは聞いたことはありますでしょうか。もしないっていうんだったら、まあちょっと軽く説明しとくんですけども、これはボツリヌス菌ですね。菌。こうか。ボツリヌス菌のですね、菌をまあタンパク質をうまく抽出してですね、うんちゃらかんちゃら化学的に変化させてですね、ボトックスという薬にしてます。はい、でそれを注射で打つとですね、筋肉が麻痺するんですね。まあ、本当に麻痺して動かなくなるわけじゃないですけど、まあ、力が入りにくくなると、筋繊維にね。でそうすると、ぐっと食いしばりが弱くなるんで、筋肉がどんどん痩せていくと、使わないから痩せていくというのが、このボトックスっていうのになります。はい、要は、薬の力で筋肉を痩せさせるか、マッサージをしてほぐすの、この2つしかないってことなんです。はい、でじゃあ、ボトックスどっちがいいんですかって、どっちがいいというかね、あのメリット、デメリットの問題なんですね。はい、どっちの方が効果が強いかっていうと、もうこれは分かってます。ボトックスの方が強いです。はい、それは薬ですからね。はい、その代わり、ボトックスっていうのはリスクもあります。はい、一つ目のリスクっていうのは、ちょっと端っこになっちゃいますが、効きすぎる場合があるってことですね。ボトックスをいざ打ちました。効きすぎました。つまり、麻痺が強くなりましたってなったら、口の開け閉めできないんですよね。はい、要は、噛めなくなっちゃうわけです。なんで、硬いものが食べれませんと。はい、もちろん、今は、ね、医学も進んでるんで、ほとんどそういう場合はないですけれども、全国を探せば、まあ、どっかに1人や2人は、打ちすぎてですね、麻痺しすぎてですね、口で、硬いものが食べれなくなってね、柔らかいものしか食べれないっていう人はどっかにはいます、絶対。うん、完璧ではないのでね、ボトックスって言っても人がやるもんですから、はい、打ってみるまで分かります。そういうリスクもあるよと。はい、2つ目はですね、やっぱり金額じゃないでしょうか。はい、ボトックスを1回打ったら、まあ、2万から4万、まあ、もうちょっとええやつもあると思うんですけど、まあ、それぐらいかかります。で、大体3ヶ月に1回ぐらい打つんですよね。で、一生もんです。効果が一生続くってことはないんで、3ヶ月ごとに何万何万っていうのがかかってくると。はい、そういったちょっとリスクがあると。リスクというか、デメリットがあると。まあ、ちょっと高額ですよってことですね。で、3番目。ちょっと端っこに書きすぎですよね。長期と書きましたけど、長期的なのが分かんないんですよね。いや、要はボトックス自体の歴史だって浅いですから、美容整形の歴史って浅いですから、はい、ずっと筋肉を麻痺させ続けてたら、たるんでくるんちゃうかっていうのがあるんですよね。はい、まあ、誰とは言いませんけれども、よく芸能人、ね、ネットで調べたらね、劣化したとか結構出てますよね。うん、そういうふうに急に老け顔になるっていう場合があります。はい、場合があります。全員とは言ってませんよ。うん、ただ、急に劣化して、ババ臭くなったら、それはもうちょっと本末転倒ですよね。うん、ね、綺麗になるために、注射打ってたのに、急に老けたらそれダメじゃないですか。うん、なんで、ちょっと長期的なところで見ると、ちょっとデメリットがあるんじゃないかという、こういうのがありますよと。ボトックスにはね、その代わりやっぱりパンチ力はあります。めちゃめちゃ効きます。はい、で、こっちのマッサージですけれども、これは僕の、ね、紹介している方ですけども、色が出にくくなってきましたね。これはね、手でやるんでリスクないんですよね。だって固まってる筋肉を手でほぐすっていうのいいことやってるんだから、マイナスの要素ないですよね。うん、ね、気持ちいいし、むくみ取れるし、すっきりするし、副作用ないですよね。全くリスクがないです。2番目。ただでできますよね。はい、これを見ているあなた、別に僕にお金を払ったわけではありません。誰かに、どっかの教会にお金を払ったわけでもありません。はい、どっかの整体師にお金を払う必要もありません。この動画で勉強してですね、筋肉を動かせば、それだけでできちゃいます。はい、
はい、いつでもどこでもできると、はい、自分の手でマッサージってほぐすのは24時間365日どこででもできます。いつでもできます。あなたの手がその素晴らしい手になっていればいつでも効果を出すことができるってことなんですよ。メリットばっかりです。ただそれ薬を打つのに比べれば効果としては浅いよっていうことなんですね。はい、いかがだったでしょうか。エラーに関する方法って改善する方法というのは2つしかないよっていう話なんですね。はい、結局手でほぐすかボトックスを打つしかないんですよ。はい、だったらあなたはどうしますか。はい、ボトックスちょっとどうかな、怖いなって、ちょっとお金もかかるしなって思うのであれば、もう選択肢は1つしかないです。マッサージ、あなたの自分の手で自分の抗菌をマッサージしてほぐすしかないんですよね。はい、なんで迷う必要はありません。他の方法を探している暇があったら、今この瞬間からあなたの抗菌を自分の手でほぐしてあげてください。それが最善であり最高、最もメリットが多い方法となってますんで、はい、ぜひ、集中して、このマッサージ、小顔マッサージに取り組んでください。はい、というかもうこれしかありませんから、はい、早く、気づいていただいてですね、本気で取り組んでください。はい、本日も動画を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録までの方はこちらのボタンを押していただいて、また、アンケートフォーム説明欄にありますんで、はい、スマホの方はこういう四角のですね、こんなボタンがこの辺かなに黒いのがあるんで、そこをポチッと押したらパッと出ます。はい、そこにアンケートフォームっていうのがありますので、そこをクリックしてアンケートを書いてですね、まあ、質問を送ってください。はい、できるだけ動画で返信するようにさせていただきます。それでは、今日の動画は以上です。失礼します。